ケツダシローです。てめえらのコメントを読んでいこうと思います。てめえらのコメントを読む。腹切りドライブで追撃、上乗せ大事故の動画です。コメントです。打ち方の癖がキモい。それは僕の友達に言ってほしいっすね。僕じゃないんでこれ打ってるの。はい。なんか最高1100ゲーム上乗せみたいなことあるけど、それ以上あるの？俺はジャグ戦なんで A タイプしか打たないんで、わからんわ。名前聞かれても俺に聞いてくんな。しょうもな。最近って300ゲームで事故なんや。何がやねん。なんかほんとね、スロットとかね、パチンコの動画出すとね、ほんとなんかもうようわからんやつ湧いてきますよね。なんなんかなこれ。やっぱ民度低いよな。やっぱパチンコスロットが毛嫌いされる理由がここに全て詰まってるなと、しみじみと思いました。この銀髪不良のくせに部活やってて嫌いの動画です。コメントです。おっつ、あざす。誰も知らないマイジャグラーの裏技。最近なんかあれやな、スロットの動画ばっかりコメントくんな。曇り方がうんこ臭そう。まあ、臭かったっすね。うんこ臭かった。僕ビッグ引いて、ビッグ引いて嬉しくてうんこ漏らしたんで、臭かったでしょうね。まあ、でも、スロットね、打ちながらね、アイコスとか吸えるから、ま、別に言えんちゃうかなと思いますけどね、アイコスの方が臭いから、うんこよりも。はい。と思ってるんで、別にパチ屋でうんこ漏らそうが別に問題ないと思いますけどね。風呂入らずにパチ屋行ってね、なんならてかさ、パチ屋でたまにさ、夕方ぐらいに行くとさ、夕方ぐらいに行かへんけど俺、行ってた頃あったんですけど、作業服着てさ、汚い汚れた作業服着てさ、売ってるおっさんとかよう俺やん。あれ店側何も注意せへんのかな、あんな汚いさ、服でさ。仕事頑張ってるか知らんけど、まあ着替えてから来ましょうよって俺は思いますけどね。あんなクソ汚い、なんか粉まみれのゴミまみれのさ、服着てさ、作業着着てさ、着替えてから来い、着替えぐらい持ってこいや、ええ年こいだ大人が。こら、ほんま。ホールを汚すな、ボケ。はい。コラボの女キャラ可愛くねの動画です。コメントです。イライラするチンチ。てんてんてん。まあ、最近のモンストというか、まあ、このコラボのキャラ、影の実力者になりたくてっていうアニメがあるんですけど、それの女キャラがちょっとね、しこいね。しこい。仕込みが強いわ。だからちょっと見てみようかな。まあ、この動画がアップロードされることに、アップロードされる頃には、全話見終わってるでしょう。はい。なので、またね。鍵の実力者になりたくてのね、知ってる人結構まだね、語り明かしましょうよ。はい。ジョータロー SC ってここまでオーブつぎ込む価値ありますかの動画に対するコメントです。5。意味がわからん。日本語喋れ、マジで。ポケモンファイアレッドで謎のトレーナーが出現しましたの動画に対するコメントです。声いいっすね。ありがとうございます。まあ、声はいいですね。声はいいし、顔もかっこいいし、運動神経抜群やし、仕事もできるし、お金も持ってるし、言うことなしですね、俺は。何でも女にモテないんでしょうね。誰も知らないマイチェフラの裏技。湿度高そうな店内。まあ、高いでしょうね。汚い、キモいおっさんがいっぱいね、スロット夢中なって売ってるんでね、そりゃ湿度高いと思いますよ。10連一発目でシャドウを神引きする男の対する動画です。コメントです。声優さん、ルルーシュと一緒やからね。一部分は普段は違うけど、詳しくは2期見てね。マジこれ。ルルーシュってルルーシュランペルーズやんな。こいつ、あれやな、なんて名前やったっけ、福山さんやった、福山潤やったっけ、ルルーシュの声優さんって。知ってるんだ、ワーキングの声優とかもやってますよね、福山さんって。マジで、出てんやったらマジ見たいな。ルルーシュと一緒なん、一部分は、普段は違うけど、一部分はそうなんよ。まあ、確かに雰囲気似てんもんな、シャドウのこのルルーシュと。見ようかな。このコメントのおかげで見てみようかなっていう気持ちが高鳴りました。はい。ありがとうございます。50連ぐらい引いて、アルファだけ4枚も出たんだが、誰か助けてくれ。まあ、アルファ可愛いからええんちゃう。ワンチャン運極目指してもいいかもしれんね。で、50連で4体ってすごいね。コラボキャラ俺、本話かの全然引けんかったんで、羨ましいっすわ。白い力持ちうどん食べてみたら動画出すコメントです。香川の讃岐うどんより、うめえちゃう。それはお前動画のタイトルやろうか、お前。おい、コメントを読んだ、まあ、香川の讃岐うどんよりうめえわっていうコメントが来たわけちゃうやろうが、ボーゲーお前、ちゃんとうめえよ、バーガーお前。世界で一番うもいと思います。うもう。田所さん？うもう。はい。まあ、陰夢は置いといてと。ポケモンファイアレッドで謎のトレーナーが出現しましたの動画です。コメントです。ケツのポケモンこそ至高。まあ、そうですよね。俺のポケモン実況が一番おもろいからな。ほんまに言うとくけど、マジで。俺よりおもろいポケモン実況してる人がおるんやったら教えてほしいかな。まあ、俺がま、認めたってるのは、まあ、加藤純一とモコウは、ま、こいつらはま、おもろいなって。正直、いやでも、いや、モコウは別にそんなおもろないわ。モコウのポケモンは別にそんなおもろない。こいつはマリカだけの一発やから。まあ、加藤純一のポケモンに関しては面白いかなと僕思いますね。それ以外は別に特におらんかな。ポケモンが面白い実況者さんって。まあ、要はね、なんか検証系とかね、やり込み系とかね、やってるやついますよね。はい。あんなもんはね、何にもすごくないから。
ポケモンを、な、そういうなんか変な検証とかやり込みとかの道具に使わんとってほしいですね。はい。普通にストーリーを楽しめ。シャドウで、霊絶クエストで周回できるってマジの動画のやつコメントです。略語は、影実だそうです。読み方は多分影実だと思われます。あ、そうなんや。影の実力者になりたくて。ようこそ実力主義の教室へみたいな、なんかそういうアニメもありましたけど、あれもなんかね、妖術とか言われてましたけどね。似てますね。投稿するのを完全に失念していた通り部コラボの動画のやつコメントです。誰やねん、マンダ銀次郎って。佐野万次郎な。うわぁ、こいつ、万田銀次郎も知らんねや。Z 世代やばいな。絶対こいつあれやろ。まあ、小中学生やろ。万田銀次郎知らん大人っておんの？てか、Z 世代はまあ分からんとしてさ、普通分かるような万田銀次郎って南の帝王やん、どう考えても。いや、南の帝王知らん世代が生まれてきてるっていう事実がちょっと俺信じられへんな。うん、すごいジェネレーションギャップ感じちゃうわ。いや、万田銀次郎とかそんなこんな必修やん。こんなん。必修やで、これ、必修。義務教育で習うから、これ。必修科目やから、絶対落としてあかんぞ、これ。いや、佐野万次郎より万田銀次郎の、万田銀次郎の方が有名やけどな。知らんねや。でもし知ってたとしても、千原ジュニアの頃の万田銀次郎しか知らんねやろな、俺初代の子は知らんねやろな。ゴキブリを洗剤で討伐しましたが、最悪の結果になりました。動画出すコメントです。掃除機使ってたら死んでても、掃除機の中で卵が羽化するで。嘘でしょ。マジ？ごめん、捨てるわ。6万で買ったダイソーの掃除機捨てます。すいません。フィルターもちょっと怪しいんで、捨てます。捨てよ。ゴキブリかわいそう。お前、ゴキブリに感情移入すんな、お前。ゴキブリに感情移入すんな、お前。なあ。こういうやつがね、将来的にビーガンとかなったりするんでしょうね。お前やめとけよ、ほんま。今のうちにそういうの強制しとけよ、お前、ほんまに。やめとけよ。調査兵団を捕獲したので拷問しちゃったの動画出すコメントです。心臓を掲げた結果、これだとは。まあ、なんかまあでも正直ね、進撃の巨人で、チンチンに来るキャラ一体も知らんねんけどさ、あるんかな、やっぱそういう調査兵団を領辱してみたみたいな、そういう同人誌があるんでしょうね、どうせ。進撃の巨人で可愛いキャラ一体もおらんくない？俺、呪術廻戦と進撃の巨人で可愛いキャラ一体もいない説っていうのを提唱してんねんけど、どう思う？お前ら。お前らどう思う？俺は正直一体も可愛いキャラおらんなって思ってる。まあ、話、内容は面白いけど、別に、なんていうかな、可愛いキャラおらんよなっていう、思いますね。モンストってこういう、モンストにこういうキャラを求めてねえんだよ、動画です。コメントです。モンスターストライクなのに、デザイン全然モンスターじゃないキャラばっか。まあ、この方が売れそうだしね。まあ、確かにそうやな。確かにそうやな。これ運営聞いてるか、お前。かわいいかわいいな。おい、そういうなんかしこれるキャラばっか増やしてな。もっと性能高い男みたいな、ガチホモみたいなキャラ増やしてほしいですけどに。うん。これは本当に一理あると思うわ、俺は。うん。確かに、女キャラで釣ろうとしてるのが見え見えで、正直俺は好かんな、そんなやり方。正真正銘、悪魔引きをしてしまう男。チェーンソーマンコラボの動画です。うわ、懐かしい、チェーンソーマンコラボ。はてな、はてな。なんやか文字化けしてるけど！何これ？文字化けしてるやん、こいつ。文字化けしてんのか嵐なんかどっちなん、こいつ。意味わからんわ、ほんま。誰も知らないマイジャグラーの裏技動画です。コメントです。すごい、こんな裏技があるの知らなかった。そうですよね。で、出た出たでって言ってくるやつな。うん。でじゃないんじゃ、ポーゲ。ありがとうございますの一言も言えんのか、ポーゲ、お前。おい、こら。動画を出してくださってありがとうございますやろが、こら、お前、ほんまにや。仕事から帰ったら実家が何者かに破壊されてましたの動画です。コメントです。飲みそうだな、主。かわいそす。破壊神 MY 様のお通りじゃーガードマンキッズも見てます。はい。ガードマンキッズも見てますと。最近あんま見てないね。俺もガードマン、まあ一時期ちょっとだけ見てたけど、まあ見てないっすね。なんか近所迷惑になるんちゃうかなっていう気持ちの方が強くなってて、見ててね。見ててそういう気持ちが強まってきて、素直に笑えなくなっちゃいました。うん。なんか最近、まあ最近っていうか、この動画が上がる頃には最近じゃなくなってんやろうけど、ガードマンと、あと何やったっけ、フクレナっていうあの女が結婚してるらしいっすね。どうぞお幸せに。まあ多分2年以内に別れると思うけど。東京競馬場の A 指定席がすごすぎたの動画出すコメントです。7500円くらい。友達にね、これチケットやってもらったんで、料金は覚えてないですけど、多分そんぐらいだと思いますね。まあ、7500円以上負けてますけどね、この東京ダービーじゃなくて日本ダービーでね。はい。だからまああんま金のこと、金の話すんな、お前。俺に金の話すんな、マジでムカつくから。今、金欠なんじゃ俺、ほんまに。
仕事から帰ったら何も、まあ、ガードマンの動画ではないわ。うん。家が破壊されたっちゅう動画やな。ガードマンではないですよ。うん。ガードマンでもここまでせえへんやろ。俺の方がすごいから。言っとくけど。ザ・リガニの呪い。まあ、そっか。今年の夏にザリガニね、討伐しまくったね。それの呪いが来ちゃったかな。来年はね、ザリガニ動画いっぱい出そうと思うんで、来年はザリガニ乱獲して、それをいっぱい料理するっていう動画をね、アップしていこうと思うんで、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、今回はこの辺にしときますか。あらっしゃー。